振り付けは数々の外の実力派男性アーティストのコレオグラファーとして名を馳せるカスズファイヤーが担当。エルシーが自身初楽曲パウパウのダンスパフォーマンス映像を公開した。エルシーは2019年から2020年に開催されたオーディション二次プロジェクトのファイナリストであったあかりをはじめ、かりん、ななみ、ほの、ひなの5人からなるダンス&ボーカルグループ。パウパウはギガ&テディロイドがプロデュース及び楽曲提供した楽曲。すでにメガボルトも公開されており、そのビジュアルと個性的なパフォーマンス力に注目が集まっている。今回の映像では、メガボルト LC バージョンでも印象的だった渋谷に実在するトンネルをバックに、フォーメーションや細部にまでこだわった LC メンバーのダイナミックなダンスパフォーマンスがじっくり味わえる。数々の外の実力派男性アーティストのコレオグラファーとして名を馳せるカスズファイヤーが今作の振り付けを担当した。カスセフェアはLC のダンススキルを高く評価。 LC のパウパウが女性アーティストへ振り付けを提供した初の楽曲となった。 LC メンバーのパワフルでもあり繊細さも兼ね備えたダンスパフォーマンスをぜひチェックしよう。